マイナス10キロ、綺麗に痩せる、佐藤すみかです。よく、先生、リンゴ酢ダイエット始めたら本当に痩せることができました。嬉しいです。たくさんのレシピご紹介してくださって本当にありがとうございますというコメントをどんどんいただいております。私も本当にね、嬉しいなって思っています。また皆さんどんどんね、コメントをくださいね。お待ちしています。ということで、今回もこのダイエット効果の高いリンゴ酢を使った美味しいレシピご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。今回のテーマはこちら、簡単リンゴ酢ダイエットということで、美味しいドリンクのレシピご準備していますので、ぜひ実演動画までご覧ください。動画のお話はこちらです。1つ目、リンゴ酢のダイエット効果について。2つ目、リンゴ酢ダイエットの簡単レシピの順番でお話ししていきます。では1つ目の項目です。リンゴ酢のダイエット効果についてお伝えしていきますね。お酢、まあ、たくさんありますよね。お酢の中でもダイエット向きなのはこのリンゴ酢なんです。理由はこちらです。脂肪をどんどん燃やしてくれて基礎代謝が上がって、結果脂肪がつきにくくなる体質になるですよね。そして血糖値の急上昇、まあ、太る元ですよね。その間に脂肪を溜め込むわけですから、そこをしっかりと抑えてくれる効果も高い。そして酢酸っていうね、働きがお酢の中でも一番高いので、ダイエットにはリンゴ酢なんですよってことなんですが、その結果あなたの腸がですね、もうどんどん元気になってくれて、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちがですね、やはりいつまでも、まあ、元気に動いてもらわないといけないので、そのためにリンゴ酢がね、まあ、本当に大活躍してくれるわけですよね。また実はね、満腹感も得やすいので、自然とあなたの食欲も抑えてくれる効果もあります。そして最後、カリウムも豊富ですから、もしねむくみで悩んでらっしゃる方なんかは、ぜひこのリンゴ酢ドリンクでレシピ作ってみてくださいね。ここでワンポイントアドバイスです。リンゴ酢ダイエット効果がありますが、実はね、太ってしまうリンゴ酢もありますから、ちょっとここで抑えていきましょう。気をつけていただきたいのが、まず痩せるリンゴ酢のポイントがあります。それは原材料名がたった一つでできているもの、リンゴ果汁 100% のものを購入してくださいね。純リンゴ酢と呼ばれるものになります。そしてできればオーガニックだったり有機栽培、 JAS のこのジャスマークの認定商品だとより安全でおすすめです。そしてもちろん香料や着色料、保存料などなど、そういったのが無添加のものを必ず選んでください。よく残念なのが、ストレートタイプで飲めるリンゴ酢なんかはですね、もうたくさんの人工甘味料、香料、添加物たっぷり入っていますから、飲めば飲むほど逆に太ってしまいますので、気をつけていきましょう。では2つ目の項目です。リンゴ酢ダイエットの簡単おすすめレシピということで、今回ご準備しましたのはこちらです。アプリコットのサワードリンクです。材料はね、これ原液になりますね。まず純リンゴ酢を 200ml、あとドライアプリコット 100g、 蜂蜜大さじ3、そしてこれらの材料を入れるための保存容器1つご準備ください。おすすめは、まあガラス瓶でしっかりとこう密閉できるようなね、煮沸消毒できるようなものがおすすめです。そして作り方です。こちら1つ目、この保存容器に材料を入れて半日常温でまず置くんですよね。で、置いた後にまず冷蔵庫で保存しましょう。でね、すぐ飲むというのではなくって、それから1日1回瓶ごとちょっとよくね軽く混ぜていただいて、1週間ぐらい毎日それを繰り返したら、ほぼほぼ完成になります。そしてもちろん原液ですから、このまま飲んでは大変なことになってしまいますので、天然水 200ml、まあ、大体コップ1杯程度に対してこの原液を大さじ1程度お入れいただきますと、本当にね爽やかな美味しいドリンクになりますから、ぜひ楽しみに作ってみてくださいね。それではここから私が実際作っている実演動画ご準備しておりますので、ご覧ください。どうぞ。
かがでしたか？簡単に作れてとっても美味しいので、ぜひ試してみてくださいね。そして最後に、さらに痩せる効果的な飲み方をお伝えして終わっていきたいと思います。こちらです。まず胃がお強い方、胃に不調がない方はですね、ぜひお食事の前に一杯飲んでみてください。ただし効果があるリンゴ酢といっても飲みすぎは NG なので、頑張ってそんなに飲まなくても大丈夫ですよ。だいたい2杯程度、1日大さじ2杯程度取られたら十分効果があります。そしてまずはただ体質改善も含めまして、12週間ほど、3、4ヶ月はね、楽しく続けていただきたいなと思います。ただしちょっと今ね、胃腸が弱ってるなとか調子が悪いなっていう方は、急に空腹時にこのお酢をね入れてしまいますと、ちょっと焼けた感じがしてね、さらにこう刺激が要は強すぎてしまいますので、そういった日はお休みしてあげてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画のお話まとめは、まずはダイエットするならリンゴ酢でしたね。そして続けることも大切なので、続けるための美味しいドリンクレシピをご紹介しました。その飲んでしまった残ったね、アプリコットもヨーグルトのトッピングに入れてみたりとか、いろんなバリエーションで美味しく食べることができますから、ぜひ楽しみながらね作ってみてくださいね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。